福岡県は昨日、新型コロナウイルスに新たに127人が感染したと発表しました。また、高齢女性2人の死亡が発表されています。昨日新たに感染が分かった127人の内訳は、福岡市の検査で53人、北九州市で20人、久留米市で1人、県所管分で53人となっています。検査件数は1721件で、直近1週間の陽性率は 4.8% となっています。このうち田川市の田川新生病院では、昨日までに患者5人、職員1人に陽性が確認され、県は新たなクラスターと認定しています。また、80代の女性と90代の女性の合わせて2人の死亡が明らかにされました。これで県内の死者は187人となっています。